かすみ、俺も今日は許してあげるから。はい、すいません。これからも注意してくださいよ、本当に。すいません、すごい服さん黙って済むような、お前。あれ、え、お前バカよ。皆さん、こんにちは。ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんからのレコメンドで、日本のお笑い動画でドリフターズの老人ホームを見ていきたいと思います。 LJQYZHG さん、他にレコメンドしてくれた皆さん、ありがとうございます。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。 OK ね、動画国枝に読むコンプライアンチープサージポンソムチェントモチモニキヨン。もうこんな時間かよ。見たことない。また門限破っちゃったな、怒られんな。もう寝てらな。志村さん、寮長さん、これはどうも。こんばんは。こんばんは、じゃあいいでしょ。はい。今何時だと思っていいですか。今、かれこれ9時15分過ぎですかね。この老人ホームはね、8時が門限切ったでしょ。いい、それは重々分かっておりますけど。重々分かってるって、オタクはね、門限破りを何回したの経験してるんですか。いや、もうついついね、時間をコロッと忘れちゃって。オタクはね、なんだいこのか、かっていや、このぐらいの格好でないとみっともねえもんで。みっともねえのはいいんだけどね。はい。あれ、なんだそのヘルメットは。いや、これあのバイクでちょっとってまたバイク乗ったのかい。いや、お酒飲んでないよ。お酒飲んだとか飲まねえとかの話じゃなくて、はい、あれほどバイクには乗らないようにって。言ったでしょ。いや、私でも絶対あの安全運転ですから大丈夫です。安全運転わかるんだけども、おだお前は宣言時間40キロのとこ。宣言時間、速度40キロのところを15キロで走るから迷惑になれなかったね。安全運転ゆっくり走って。安全運転はもう安全運転でなくて、私も興奮して何言ってるかわからないでしょ。ちょっと口やめてください。痛くて。何その頭、その頭何それ。いや、知らんがんなったらちょっとあの、ケース見て、これメッシュって言わせたね、メッシュ。メッシュ、メッシュ、シュッシュ。冗談言ってる場合じゃないって。来るならすぐ来てくれたらいいのに。実は、それを、すいません。あの、これからはね、はい、その頭、服装、はい、バイク、はい、門限はやらないように。はい。ね。はい、すいませんでした。なんだったらおたく、うちに帰ってもらってもいいだよ。いや、それだけは。泣けばいいってもんじゃないで。笑ってもらってないじゃん。分かってますね。はい、俺も今日は許してあげるから。はい、すいません。これからも注意してくださいよ、本当に。もうしませんから。どうもすいませんでしたね。すいません。すごい服さん。すいません。はいよ。ちょっと入らせてもらうよ。はいよ。入んなさい、入んなさい。おー、トメさんどうしただよ。トメさんどうしたじゃなくて。なんか私話を聞いたところによると、オタクたちはその恋愛関係にあるんだって。おめえは靴が軽いな、バカ野郎。あれほど黙ってろって言ったべよ。うわ、黙って済むような問題じゃないでしょう。え、何ですかこれ。あれ、おめえバカ野郎、安心だ安心だってお前言ったから嘘つけよ、この野郎。埋めたいの、埋めてえだ、この野郎。この年になって孫よりもっと下の孫ができた。あいつじゃないのか。オーマイガット、オーマイガット、ジーダクライスト。オタクはね、下半身でジーダクがあるのかに全くだ。こんなに腹増して今さら責任持てないだ。そんなような無責任なことが信じられない。だからどういう時に言ってるないでしょ。この問題はオタクたち二人で持ってね、決めてくださいよ。もうはい、それも私感知しませんからね。タグトメ、ざけんじゃねえだこの野郎。認知しねえからな、バカ野郎。しょうがねえ。本当その俺の子か、バカ野郎。
どこだよこれ。またす。出てけ。はい、どうでしたか皆さん。志村おじいちゃんってすごい気持ちがお若いですね。でもその方がいいかと思いますね。あのバイクの運転とかまだできて、なんだっけ、さっきナイトクラブみたいな感じも楽しめるような感じ。いやーすごいでしょうね。見たことありますかこんなおじいちゃん。私がまだ見たことないですね。多分ナイトクラブ行ってないからわからないかもしれない。いやでも楽しめた方がいいですね。安全で楽しめることが大事じゃないですか。あともう一つ私思ってるこのコントを 見たのが、あの老人ホームについてですね。私知った限りでカンボジアではちゃんとした老人ホームはないんでしょうね。うん、多分カンボジアの近年で、うん、まだ若いし、この国では一つの家族で子供が少なくても2人か3人がいる。私のお母さんの兄弟は7人いました。ただ2人がポルポト時代で殺されて、今生きてるのが5人だけです。だけど5人だけでもお母さんたちの兄弟で交代で面倒しているんですね。最後の人生まで、さよならまでが面倒する形です。他の家族でもこんな感じですね。ちゃんとした老人ホームがないんですね。ちなみに日本みたいにちゃんと病院に行ける環境とかもないですね。だからほとんどの人は健康診断とかもできない。特に地方にいる人たちが、一生健康診断もなくて病気になって死ぬみたいな感じもいますね。最近がちょっとよ少しずつ良くなっているんですけど、あとちょっと富裕層の人たちが私立病院、プライベート病院に行く余裕がある人なら、ちゃんと健康を大事にして医療とか、物理とかもらってちゃんとしているような感じですね。皆さんも元気で楽しんで生きていきましょう。あの最後まで見てくれてありがとうございます。また新しい動画でお会いしましょう。いっぱい笑いましょう。チンブリブリー。